ルパン三世イギリのエリューシブは、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世の TV スペシャルシリーズ第19作。2007年7月27日に日本テレビ系の金曜特別、ロードショーにて放送された。視聴率は17.0%。ルパン三世、生誕40周年記念作品である。本作最大の敵である、マモーキョウ京介は、ルパン三世、 第13話、タイムマシンに気をつけろ。第13話にも登場した悪役である。テレビシリーズのゲストキャラクターがテレビスペシャルに登場することは初めてだが、本作品はテレビシリーズの登場人物やシナリオフォーマットなど設定をベースに取り入れたリブートの側面もあるが、ストーリーは作品の随所に過去のシリーズ作品に対するオマージュが散りばめられつつも、 オリジナル作品となっていて、魔モモ TV 第一シリーズ第13話とは別設定で、同一人物ではない。本作の舞台である北海道浜中町は、原作者モンキーパンチの生まれ故郷である。TV スペシャルシリーズで初めて、終わりというテロップがエンディング後の、いわゆるエピローグシーンで流れた作品でもある。ルパン三世シリーズでは初めてハイビジョン放送に、対応した。 例年行動を共にすることが多いルパンファミリーだが、今回は過去にタイムスリップしない藤子はストーリーにあまり、関わらず、藤子の先祖にあたる、おフさんが彼女に代わって活躍する。2007年夏、北海道浜中町の霧タップ岬近くの海底で、サルベージをしている、ルパン一行。目的は、白北まゆらなる秘宝だ。ところが、その途中で例によって、 ゼニ型警部が現れ、富士港を置いてけぼりにしたまま水上チェイス、カーチェイスを始めることになってしまった。ルパン一行の車が道路に登ったところで、その会話は起きた。周りの車の運転手が次々と消えてゆく。訳もわからぬまま、ルパン一行は、三崎の灯台にたどり着く。そこで待ち構えていたのは、ま、もう京介と名乗る、怪しげな男だった。 魔法の介入により、ルパン一行と追ってきた銭型は白い光にのまれ、気がつくと戦場のど真ん中にいた。その土作作作で、ルパンたちは捕まってしまい、女性像をかたどった城に連行されてしまう。その城がサルベージ作戦の時に、藤子に見せられた古文書に書いてあったものと同一であることに、ルパンが気づいた時、ルパンたちを連行してきた兵士が二人揃って、消えてしまう。 再び現れた魔耗は、ルパンの子孫、ルパン三十三世に恨みがあり、その恨みを晴らすために先祖であるルパンを殺すのだと告げる。そして、ここが五百年前のまだ北海道がええぞと言われていた時代であることを告げ、再び姿を消した。その後のドタバタでその城の主である、社員屋の女王、伊セカと知り合ったルパンは、彼女の首飾りこそ、 宝のヒントだと睨み、夜遅くに城に侵入する。ところが、そこにはすでに先客がいた。藤子にそっくりなその女の名はオフさん。職業も藤子と同じく盗賊であった。オフさんのことが気になったルパンは、彼女と共同先生を張ることを提案。オフさんもそれを受け入れる。一方、マモ王もまた、ルパンと同じものを狙って暗躍を続けていた。魔王は、 自分以外の者が時を支配するのを恐れていたのだ。ルパンは一計を案じ摩耗のタイムマシンを奪い取ろうとするが寸前で、失敗してしまう。頭に来た摩耗は、社員家と敵対している、ノース家の最初を、帯滝に接近し、社員家を倒すための武器、その時代には存在しない、機関銃を渡してしまう。彼の最終目標は、白者ともだからを葬ってしまうこと。 それに気づいたルパンたちは城が落ちる前に宝を見つけようとするが見つからずルパンはある秘策を練る。ありがとうございます。